すいません。ちょっと電波が切れちゃいました。申し訳ない。やり直します。ここはですね、高速のサービスエリアですけど、もうだいぶ大阪に着きましたんで、だいぶ大阪に近づきましたんで、今晩大阪、深夜に大阪に入って、で1日2日大阪に滞在します。はい。世田谷の選挙はですね、惨敗ということで、もう三井玉城さんが、候補者を出すということで、まあ、応援するということで行ったんですけど、まあまあなんとか選挙の形だけを作るというだけで精一杯でしたね。票を取るというところまで行きませんでした。まあこういうやっつけ選挙っていうのは非常にしんどいですね。まあ私も過去にそんなことをしたことがあるんで、まあ批判はできない。まあしんどいことはしんどいけど、お手伝いをしたということで、もうそれはもう仕方のないことですね。今日はね、移動日で、大阪に向かってますけども、高知県会議員選挙から世田谷区議会議員選挙と、非常にずっと選挙詰めでね、なんとも忙しくてどうにもならなかったですけどもね、また今回の選挙は、世田谷の選挙は選挙知った人が候補者じゃなかったんで、非常にやりづらかったです。はい。でもう、まあいわばしわ寄せが全部こっちに来てしまってね、何にもできなかった。でもしとにかくもう追われて追われて、ようやく